ホームの鹿児島、白と黒のユニフォームがアウェーの熊本です。鹿児島としては J3 優勝の可能性を残すためには引き分け以上が必要です。2021明治安田生命 J3 リーグ第25節、鹿児島ユナイテッド FC 対ロアッソ熊本の試合が今始まりました。近くに選手はいないので直接、さあ低いボール、ヘディングシュート、ポストに当たりました。ゴール右、伊藤のヘディングシュートはポストに当たりました。2021明治安田生命 J3 リーグ第25節、伊藤、さあ高橋が抜ける、高橋が行く、高橋のシュート、ゴール右、ゴールの右を通過していきました。高橋が裏に抜けてシュートを放って、シュートを打てるか、右に預けて高く上がったボール、そのままゴールに吸い込まれそうというボールでしたが、わずかにゴールの上を通過していきました。ゴゲッチのクロスボール、ゴール目の前にはゴリオ、梅澤も走り出しています。ニアサイドヘディングシュート、伊予派が走り込んできました。ニアサイドのコーナーキック、後ろ、伊予派胸で落として、米沢のシュート、右足で最後合わせたのは園田、先制は鹿児島、ゴール右端に吸い込まれていきました。最後途中出場の園田が右足を合わせていきました。米沢から中原、そして米沢、ここで園田がしっかりと詰めていました。相手の間をするりと抜けていった米沢のパス、最後は園田の右足でした。さあ中に送って黒木、左サイドふわりと浮いたボール、ヘディングシュート、力はありませんでした。ゴール前クリアは鹿児島です。ここで長いホイッスル、